トミトミ J だよ。今回ね、ビデオは Twitter で募集したトミトミ観光の質問を一個ずつ答えていきたいと思います。魚のことは好きじゃないけど、トミキさんはディズニーランド派？シー派？お昼にランド、夕方からシーがベストかな。いや、午前中ランド行って午後シーか。いや、朝はランドがいい。大嫌いな友達がいます。洗ってない手でほっぺを触ってくるし、私の友達を取っていくんです。どうしたらいいですか？大好きなトミックさんならと思って質問しました。ガチだな。手を洗わない習慣のある人なんじゃないと思ったけど、私の友達を取っていくんです。まあ女の子なのかな。なんか女子ってそういう傾向あるじゃん。だからまあだったらもう、でもね、手を洗わない習慣のある人っていっぱいいるよね。結構大人になっても手を洗わない人はいるよ。はじめくんとかね。アンコウ以外で深海魚さばいてください。まずはこの深海魚の首を切っていく。一番最初に会った YouTuber はどなたですか？一緒にやります？いいよいいよ。トミー、もうちょっとで誕生日だね。いや嬉しくない。でも顔がさ、笑ってると嬉しいだろうみたいな感じに思われるから言うけども、27だよ。27歳ってなんかね、あんまり嬉しいと思わないな。同じ世代はもうあれだよ、相馬トランジスタ、ヒカキンさん、クマミキちゃん、ミキポンです。あと誰いたっけな。オールドタメ、ああ、そうだ、マスオさんだ。そうだな、もう俺とタメだっつったらもう相馬さんぐらいにしか思い浮かばないから、なんかもうなんかこうやって思い出さないと出てこない。俺とタメって言ったら誰って言ったら相馬さんしか出てこないから。コラボしてみたい YouTuber いますか？いないな。でもなんかあれだよね、なんかこうちょっとさ、今やったことない人とはやってみたくない？なんか今後こうコラボするんだったらこう意外性を出していきたい。なんか、あ、こんな人とするのみたいなのを俺は求めてる。逆立ちしながら自己紹介して。でもね、年を重ねるとね、逆立ちするのが怖くなるもん。これはまずいよ。やべ。2017年の目標はズバリ、ね、2017年は扉を壊さないように、サムーンの実況してくれ。ね、実況もいいけど扉を直す、あ、厳選は実況、そう、近いうちに撮影するから。扉が、ウームの YouTuber で友達できましたか？うん、俺のなんか勘違いでさ、なんか友達だよっていうね、なんか言ってさ、向こうがさ、え、いやいや友達じゃないしって言われた。すごいこうね、扉の時並みにちょっと傷つくから、あんまり言わないけど、そうだね、俺の口からはできたって言いたいな。星野源の恋、歌って踊ってください。トミキさん、UUUMの中で一番最初に知り合ったのは誰ですか？モルさんだ。今年ディズニー行った回数は、ぶっちゃけ覚えてないよね。シーとランドの合計いくつだよ。ねえ、マジで扉。岡崎体育のミュージックビデオやって。ビデオに演出講座。はい、泣かす、踊らす、音楽聴かす、窓にもたれさす、倒れさす。倒れさす。動画のために買ったが、買って後悔してるものありますか？いっぱいあるね。なんかいっぱいあるけど。まあ、今なんかとにかく今すごい後悔してるのは扉を壊してしまったことだよね。ジェネシスで一番好きな YouTuber は？ジェネシス1の人はね、みんな好き。
タミキさんはゲーム実況とかしないんですか？やりたいゲームだったらね、する。ウームの中で嫌いな YouTuber は？ウームの中に限らず、嫌いな YouTuber がいないんだよね。苦手。苦手なら、誤解しないでほしい。なんか、嫌いとかじゃない。なんか、接してて、あ、ちょっと苦手だなっていう感じ。なんか苦手っていうのは、価値観が合わないなとか、なんかそういう感じ。だったら、ウームの中でしょ？すぐわかる。例えでいいよ。俺と価値観の違う某ゲーム実況者。これもうすぐみんなわかったんだろうな。あ、逆に、今、すごい俺の一押しの YouTuber いるんだけども、某ファミリー系の YouTuber で、お母さんの熱意がすごい伝わってくる。動画だよね。タコとイカどちらが好きですか？さばくのはタコ、食べるのはイカ。過去の動画で一番思い入れのある動画を教えて。頑張れ、気も切れろ。無理です、はい、もうあの変なタワーがやばいです。なんか言ってる、はい、カウントいきます。3、2、1、パンジー。好きなベルトを選んで本気で変身して。なんかたまにさ、あのベルトをさ、なんかこうやってさ、こうやるやつあんじゃん。あれをやりたいんだけどさ、なかなか無理だよね。これができないよね。あー、やだ。こうやって振り回して何かを壊す。やだ。 Thank you for watching this video。 最後までご視聴ありがとうございます。 LINE スタンプもね、出たんで、下の動画概要欄にあるよ。前回の動画はここ、パソコンでもスマホでもタッチできるから。前回の動画見たよーって人はね、その下の方におすすめの